なので、そう、料理の作り方とか教えてくださいね。なおかさんは料理を作ることを好きですか？はい、大好きです。はい、お気に入り、自分で、作った料理なんですか？私のお気に入りの料理、お気に入りの料理は、カツ丼です。丼、自分で自分やりますで。か？自分で。作りますか？作はりい、ます自か？分で作りますか？はい、自分で作ります。難しいですか？いや、簡単だと思います。わかった。このカツはあげますか？はい、自分であげます。わかった。そう。ステファノさんは、カルボナーラが得意と言っていましたね。そうです。なんか、初めての授業の時にこの話をした気がします。多分カルボナーラは私の、一番得意の料理ですと一思う。番得意な料理。友達が私の、うちに行った時、いつもカルボナーラ、頼みます。惜しいかも。そう。じゃあ、まず、友達がステファノさんの家に行くことを、なんというか、わかりますか？行く。そう。行くこと、そう、友達がステファノさんに行くことを、行くではなくて、行くたび、行くたびじゃない、来るとき、私のステファノさんの家なので、カンですわかっね。た、来るとき、来るとき、よくカルボナーラを、作ってと頼みます。とか、そうです。頼まれます。そうです。前に、ネットで、ヘロトークというアプリで、日本人の人、知ってました？日本人の人と知り合いました。知り合いました。知り合いました。そう。この人は、イタリアに、両方をしました。だから、この人、ベネツィアに旅行して、その後、私のうちに、来ました。すごい。私はカルボナーラという料理作りました。それ一人。どうでしたか、味は。この人、本当にカルボナーラ好きだった。この人はお気に入りの料理はカルボナーラだった。カルボナーラ。その理由、カルボナーラ作りました。その理由でカルボナーラを作ったんですね。そうです。その理由そっかで。そっか。なんか、じゃあ、カルボナーラを作る時のコツはありますか？コツ、何ですか、これって。コツは、なんだろう、ティップですね。かりました。カルボナーラ作カるルボコツ。ナーラを、作り方、難しくない。難しくない。材料は少ない。材料は卵、そしてチーズ。チーズの種類、大切なことです。何の
チーズがいいですか？チーズの名前はペクリーノ。このチーズはアロマから、なんていうの？アロマ。ローマ、ローマ、ローマのチーズです。ローマのチーズ。ローマで生まれたのチーズかか生まれたか、ローマのチーズ。このチーズ。このチーズの名前はペコリーノ。ペコリーノ。イタリア語でペコリーノ。覚えられない。思い出せない。なんていうの、ヒブ、ヒツ、ヒツジ、ヒツジかな。ヒツジ、ヒツジ、ヒツジ、ヒツジの、豆乳？あ、豆乳は、ソイミルク。豆乳じゃない。牛何か丸々牛牛そうそう丸々牛そう牛乳です。イスジの、牛乳から作りました。待ってごめんなさい間違えました。牛乳牛乳は牛の動物。そう、漢字、一つ目の漢字が牛なので、この場合は羊のミルクと言います。ああ、わかりました。羊のミルクかな。最後の材料は、なんていうの、日本語で、ペッパー。ああ、ペッパーは、胡椒。胡椒？胡椒。最後の材料はパスタ。もちろん。あ、パスタ。そうですね。でも、パスタにはいろんな種類がありますよね。多分、ふさわしいのパスタは、スパゲッティです。ああ、なるほどなるほど。そう、日本ではパスタといえばスパゲッティです。そう、スパゲッティだけしか食べないと思います。わかった。イタリアにはたくさんの種類あります。短いのパスタ、そして長いのパスタ。あ、待って、超とても小さいこと。とても小さいことですけど、短いパスタと長いパスタ。そう、名は必要ないです。例えば、短いなパスタ。短いパスタ。そう、短いパスタ、長いパスタ。わかった。わかった、わかった。コツ。どんなコツ？まず、卵、赤いの部分だけ使う。卵の黄色の部分ですね。黄色の部分、そう。どうしてイタリア語で赤い？イタリア語では赤いと言いますか？そうです。面白い。そう、面白いです。変なこと。そう、ちなみに日本語で卵の黄色の部分を黄身と言って、白い部分を白身と言います。そう、漢字を見るとわかります。そうです。赤い、白、に、分かった。黄色と白。卵の量は、もし一人だったら、二つの卵を使う。もし、二人だったら、
3つの卵。3つ。卵の量は、うん、糸プラスマンなんていうの？ああ、でもこの言い方で大丈夫です。うん、プラスマン大丈夫、うん、人の数プラスワンとかプラス1、うん、うん、あと人数、人数プラス1個とか、うん、うん、人数は人の数ですね。わかった、わかった。そっかそっか。他のコツは、うん、この地図。地図、うん、卵と、うん、あ混ぜる、混ぜ、混ぜる。うん、混ぜる。混ぜる。うん。must, must mix? How do you say? あ、must mix? 卵とチーズを混ぜ。混ぜない、ないといけない？うんうん、合ってます。混ぜないといけない。混ぜないといけない。うん。そう、混ぜないといけないか、混ぜなくてはいけません。鍋で？うんうん。水を沸騰しなきゃ、うんうん、そう、この時刺激を使うことができます。刺激、うん、沸騰させる、そう、させるとかさせます、させます、うん、うん、水を沸騰させます。させます。うん、パスタを入れて。うんうん。なんていうの？パスタを入れて。ああ、ちょっと。うんうん。Don't cook too much. Don't cook too much. なんていうの？Don't cook too much. じゃあパスタをお湯に入れることを、入れてクックすることを茹でると言います。茹でる。そう、うん、あのボイルですね、ボイル。うんうんうん。なのでなんだろう、not too much ですね。そう。茹で。過ぎない？茹で過ぎない？そうそうそう、完璧です。茹で過ぎない。茹で過ぎない、うん、茹で過ぎないことが大事ですか？そうです、うんうん、その後、うん、なんていうの、水を、うん、あちょっとこれは難しいですね。はあ、うん、はず、はず、うん、刺激使うことができますか？はずす、あ、これは、私たちがやります、うん、なので刺激を使わないです。あ、わかった。そう、でも、そう、この場合はちょっと難しい。水を切るという言い方をします。うん、わかった。そう、水を切ります。水を切って、うん、水を切って、水を切って、うん、他のパン、忘れちゃった。うん、なんていうの、パン？パンは、あの、フライパンです。フライパン。うん、そう、フライングパンだから、フライパン、うん。フライパンでパスタを入れて。うん、フライパンにパスタを入れて。うん、そして、うん、卵とチーズを、うん、あー回せた。お、混ぜるかな。混ぜる、うん。卵とチーズを、うん、全部
入れて混ぜる。そう。そう、でも、この時、うん、その時、なんていうの難しい。大丈夫、大丈夫。You don't have to cook. ああ、OK。その時、なんだろう。火をつけなくて、そう、火を使わなくていいです。使わなくて、うん、混ぜてだけ。うんうん。じゃあ混ぜるだけ。火を使わないで混ぜるだけですね。そうです。うん、そっかそっか。そう。他の大切な材料忘れちゃった。お、何ですか？あ、ベーコンみたい？ベーコンみたいのこと？でもベーコンじゃない。この材料の名前はグアンチャレ。グアンチャレ？あ、パンチェッタ、パンチェッタかと思いました。多分日本でパンチェッタを使う。でも、うんうん、本場の材料はグアンチャレという肉を使う。グアンチャレ、あ、でも味ちょっと似てます。うんうん、そっか、とてもいい情報です。そう、今度作るときはその肉グアンチャレを使ってみます。うん、もしこのグアンチャレスペインに、なんていうの、うん、想像、うん、想像、exists、あ、存在が、うん、存在するか、うん、存在するかわからない、わからない、うんうんうん、多分その材料はイタリアの材料、うん、特別な材料かな。そっかそっか、グアンチャレですね。スーパーで探してみます。このグアンチャレは多分、少ないの料理で使う。ああなるほど。少ない料理、うん、少ない料理メニューだけですね。そうです。うん、他の有名なイタリアのパスタはアマトリチャーナ、聞いてますか？聞いたことあります。うんうん、うん、このパスタもグアンチャレ使う。あー、なるほど、そっかそっか、知らなかった。でも、うん、あまり、私はあまり好きじゃない。え、そうなんですか？え、カルボナーラの方が好き。うん、そっかそっか。でも、はい、今日はカルボナーラの本場の作り方をありがとうございました。そう。今日はどうでしたか？なんだろう、難しいこととかありましたか？たくさんたくさん。1時間かかりました。もう、うん、1時間もう終わった。早いですね。ごめんなさい。大丈夫大丈夫です。時間大丈夫でしたか？大丈夫大丈夫。そう、はい、なんか、うん、料理の説明はどうですか？普段使わないからいい勉強ですよね。いい勉強と思う。うんうんうん。で、うん、次回も多分料理について話しましょう。うん、そうですね。本当に今日本場とか沸騰とか難しい言葉よく知っていたのでびっくりしました。そうです。そうです。うん、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様。うん、本当にありがとう。はい、こちらこそありがとうございます。じゃあ、今日は、はい、ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。バイバイ。